どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか？ 日本の方はだいぶ解除されるところが、多くなってきているようですね。まだでも、8都道府県ですか？ねえ、まだロックダウンの中にあってるようですけども、だいぶ緩和されてきたみたいですね。まあね、これからが本番ですよね。解除して、本来の生活に戻るとはいえ、ね、これまでの間、いろいろ変化してるでしょうからね。いろいろ問題ありますね。まだ給付金が届いてない人もいるらしいですし、ねえ、今頃マスクが 届いたり届かなかったり、なんかそんなこと聞きますけれどもね。とにかくもう少しなんでね、頑張っていきたいと思いますけどね。いつも言うように、もうへんてこですね、茶番な騒動に巻き込まれてますね。今コーヒーを沸かして飲もうとしてるんですけど、最近UFO 動画をね、アップしてて、実は理由があってね、アップしたんですよ。というのはちょっと縁がありましてね、そういうUFO 関係のサイトというか、YouTube のチャンネルなんですけども、ちょっと待ってください、消えちゃいましたね。ちょっと足りなかったな。そういったUFO コミュニティのチャンネルに縁がありまして、で、以前よく撮ったUFO 写真ね、撮ってたんですよ、ずいぶん前ですけども。でももういらないなと思って、そういったコレクションもせずに、またいまだに UFO とかね、割と見るんですけども、もうそういった記録的なものは撮らないようにしてたんですけども、何枚か残ってたのがあったんで、それをね、アップして見た方もいらっしゃると思うんですけども。で、それで送るためにね、アップしたわけなんですけどもね。ね、そぐわないですけどね、僕のこの動画、一応ね、キャンプの動画を上げてるからね、そこになんで UFO 写真かなんていうこともあるんですけども、それはもうごった煮のチャンネルなんで、気が向いたものをアップロードするというようなことをやってますんでね。で、それでね、その UFO のこともそうなんですけども、普段政治的なことをよく言ってますよね。裏の政府がどうのこうの、裏の勢力がどうのこうの。実はその UFO につながってることなんですね。で、自分の場合、その UFO の方を追ってたら、深掘りしてね、調べていくと、もうすでにそのいわゆる、アメリカ、主にアメリカですけれども、群丸複合体っていうのがありますよね。いわゆるそれは影の政府と言ってもいいんですけどもね、統一するために影の政府、ディープステートというような言い方しますけれども、結局彼らがその UFO、 この歴史をね、話すると長いんですけども、とにかくそういった開発をしていて、すでに宇宙ですね、 NASA とはまた別個なんですけれども、もちろんつながりはあるんですけどもね、
もっと表の世界から隠されたそういった UFO 開発だとかしていて、すでに、UFO 地球製のクラフトがあって宇宙に飛んだりとかして、まあ火星行ったり月に行ったりしょっちゅうしてるわけですね。でもその部分はまあ未だ隠されてるわけですよ。まあ、最近一応ね、あのペンタゴンあたりから公式にね UFO いますというようなね公表、発表がありましたけれども、まああれはまああれもまたいわゆるプロパガンダで、違う、あの事実は事実なんですけども、ただ含みのあるアナウンスメントなんですね。ですから仕掛けがあるってことですね。でまあ anyway その UFO の方を追いかけていったら、結局それは現実の僕らの生活にも関わってるというところにつながってくるし、その途中で今現在その世界の政府だとかね、各国の政府がありますけれども、そういったものと絡んで、まあ、彼らはそこから資金を得てインフラを得て、まあ、大学だとか研究機関だとか、まあ、企業だとかさまざまなものを利用して宇宙開発をしているということですね。ですから現実に世界の、まあ、名前のある企業は一部インボルブしているわけですね。まあ、ほとんどのね表で働いてる人はそういうところまでは深くわからないと思いますけども、その企業の裏の部分ではそういった宇宙開発に関わるそのパーツなりですね、いろんなものを開発して結局それに貢献してるってことですよね。ですから、まあ、結局企業もそういったディープステートの息のかかった傘下の下にあるという構図になってるわけですね。まあ、結局ねこういう話すると、一応そういうこの世界はストラクチャーに、要するに三角ピラミッドのストラクチャーになってますからね、その辺の構図を知った上で聞いてもらえると非常に分かりやすくなると思うんですけれども、そこを押さえておかないと、なんで僕らの生活、例えば今回のコロナウイルスだとかね、例えば戦争だとか紛争だとかね、その中東の問題だとか、その宗教の問題だとか、さまざまな問題がこの表の世界で起きるわけですけれども、結局それは起きてるんではなくて作られているという表現がね理解できるということなんですね。ですから裏の方のストラクチャーをまあご自分で調べたりとかしてね、ここで言うともう時間いくらあっても足りないので、その辺はご自分で調べてもらうことをお勧めしますけれどもね。まあ要するにそういったヒエラルキーの構造になってるわけですね。まあ要は一番言いたいのは、いつも言うように僕らの生活ですね。僕らの生活、暮らし、ということですね。まあ結果的に言うと、僕らは彼らによって、社畜、まあ羊ですね、宗教的な表現で言えば僕らは彼らにとっての羊なわけですね。で彼らのためにその僕らは自分たちの人生だとか仕事だとか、狭い作られた世界の価値観を植え付けられて、生かされているという状況にあるわけですね。ですからそこで UFO だとか、その影の政府だとか、本当の姿はこういうこと、こういうふうになってるんだよと言われても、それはSF にしか聞こえないし、今言われている陰謀論だとか都市伝説のようにしか聞こえないわけですね。それはどうしてそういうふうに思うかというと、ずっとフィクションとしてね、本当はノンフィクションなんですけれども、フィクションとしていろんな角度からそのような意識を植え付けられてるわけですね。誰もそれを本気にしないというようなマインドになっちゃってるわけですね。
ですから、なかなか理解できないと、現実とそのリンクしてね、考えられないということなわけですね。それが僕らが洗脳されているということですね。ですから僕らがこうやってこの世界がね、今こういうふうにコーヒーを入れてたりとか、こういう今喋ってるようなことがね、リアルな世界だと思ってますけどもね、確かにそれはリアルな一面であるんですけども、本質的にですね、作られた世界の中で作られた、つまり価値観で物事を見てるので、それは結局自分の中から出てきて、僕らの集合意識が集まってクリエイトしてる世界ではないですね。本当の世界ではないですね。誰かが作り上げた、誰か外からの情報で作り上げた価値観が自分の価値観だと思い込まされてるってことなんですね。ですからそういった外部からの情報を一回シャットアウトして、自分の心の奥深くから出てくるものですね、そこに忠実になった時、多分それぞれの方が思うことがあって、なんと矛盾した世界に僕ら生きてるんだろうと、理不尽な世界でね、正義がまかり通らないですね。正直なことを言うと出る杭は打たれるじゃないですけども、打たれるようなね、世界を僕らは無意識に作ってしまってるってことですよね。それが彼らの要するにブレインウォッシュの手口なわけですね。ですからまあよくスピリチュアルな人たちが言うようなね、突拍子もないなんていうんですかね、発言だとかアイディアというのはありますけども、結局まんざらね、それは嘘ではなくて、正直に自分の気持ちの感じることで、邪念が入らなく、外の情報じゃなく、自然と内側から浮かび上がってくる心に忠実に言葉に変換すると、ラブ&ピースとかね、お互いに愛し合って生きるとかね、助け合うとかね、思いやりを持った世界に生きるとか、ハーモニーのある世界とかね、そういうふうな表現になるのは当然のことなんですね。でもちょっとくすぐったいところもあるわけですね。なぜそういうふうな感じになるかというと、やはりそれは作られた世界の方が、フェイクの世界の方がリアルだと思ってるからなんですね。ですからちょっとくすぐったいし、時に偽善っぽいなというような感情をね、持つようなこともあるわけですよ。だから今の世界、正直に自分の気持ちを外に表現するってことがなかなかできにくい世界になってるわけですよね。まあその点子供はね、無邪気でそういった情報が入ってないのでね、自分が思ったままを表現して、楽しい時は楽しいし、悲しい時は悲しいし、怒りとかなんかそういったものをストレートにね、外に表現しますけども、まあ、本質的にて言うんですかね、そこには計算がないですからね、いわゆる無垢な感情が外に出てきてるわけですから、まあ大人がそれを見た時にね、まともに怒るというようなことは本来はしないわけですよね。ああ子供で、まあ、無垢なその感情が外に出てるんだなと思って笑って過ごせるわけですけどもね。ああ、おいしい。まあ、とにかく、ね、話はだんだんとずれて、まあ、もともと脈絡なく喋ってるんでね、話がどこに行くかわからないんですけども、ただ言いたいのはね、言いたかったのは、僕らがこうやって生きてて、僕らの社会とか地球上全体国際社会の中でいろんなことが日々起きてるわけですけども、僕らはあまりにもナイーブでね、
全てのことが起きていると思ってますけども、実はそれは起こされているということがね、と言ってもいいぐらい最近はそういうことが起きてるんですね。結局それは僕らの人間のその社会だけじゃなくて、自然災害だとかね、そういったものも結局当然自然に起きる災害とかもあるんですけれども、今回のウイルスのようにね、マンメイドで人工的に作られたものをばらまかれるといったことがあるように、地震とか台風とかね、竜巻だとか季節外れの雪だとかね、あるところは暖かくなって、本来寒いところが暖かくなって、暖かいところが寒くなるというようなへんてこなことが起きてるわけですね。ただそれが全部人工なわけではなくて、もちろん現在地球の地軸なんかもねずれてるようですので、まあそれは自然現象の成り行きでそうなってるわけですけれども、それによって電磁場がね変わって、そういった気象の変化というものにもつながってるでしょうし、太陽自体もその太陽そのものに変革が起きていて、でその11年周期のですね、黒点だとかああいったものもね、その周期が乱れていると、まあそういったことも相まってね、結局それは地球、太陽系全ての星に影響してるわけですね。そういった複合的な要因で気象変動っていうのがあるんですけども、まあいわゆるそのディープステートの側の方はですね、そういったことも熟知してますので、結局それにかこつけて人工地震でわざといわゆるその何て言うの、天変地異みたいなものを増幅させるようなねことをしてるわけですね。まあ結局何のためにする、まあいろんな目的があるんですよ。経済を、ある国の経済をね落としたりとかね、でそれによって株式が動いたりとか、いろんな要因がありますからね、彼らはそういったものも視野に入れて作戦をしてるわけですね。まあ今回のコロナもその一つっていうことですね。で今回はまあ僕らが今経験してるようにね、経済ですねをめちゃくちゃにして、まあリセットですね、グローバルリセットっていうのを目論んでるわけですね。ただこれはネガティブな方の視点を置いた話ですけれども、かたやそれをさせまいとするグループも一方では動いてるわけですね。そのせめぎ合いが今水面下で起きてるということなんですね。ですからまあね、全てをここでね話すのは非常に複雑なんで、時間もかかることなんで、全ては言えないですけどもね、時間の都合でね言えないんですけども、ただ外輪だけで詳しいことも言えないので、固有名詞とかガンガン出したらね、もうこの僕のサイトなんかバンされてね、もう強制削除されてアカウント取り消されるというようなことになりますのでね。ですから大枠なそのぼんやりとした外輪だけをね今話してるんですけどもね。ですからまあキーワードはね、自分の常識というのを一度ちょっと疑ってみるということが大事だと思うんですよね。まあいつも思うのは、自分というのはその自分の常識だとかね、自分はこう考えてるとかね、あるいは自分自身を作ってるものの多分 85% は外の情報ですよね。まあ生まれてこの方ずっと例えばまあ外で見聞きしたもの、例えば学校に通って教育を受けたことですよね。でいろんなところから外からアウトソースから情報を得て、自分の中で価値基準を作って、これが正しい、これが間違ってるのようなね、そういったものを判断して自分というのを作ってるんですけれども、でもその土台となってるのは結局はアウトソースなんですよ。外の情報で自分というのを定義してるってことなんですね。まあ
ね、85、あとの15%はじゃあ本当に自分の中から出てきたもので善悪だとかね、生者というものをね、その正義だとか、不正義だとかっていうのを決めてるかったら、なかなか難しいですけどもね。まあ今現在だってね、その自分たちのその知識とかね、その知りたいことだとか、まあこの情報化社会でみんな携帯だとかコンピューターだとかを持ってね、知らないことはそれを通して、電子を通して情報を集めてるわけですよね。まあテレビもそうかもしれないですけどもね。ですから、それっていうのは本当の情報なのか、正しい情報なのかということを疑ってみる必要がありますよね。まあ今日本でもアメリカでもほとんど世界中そうなんですけども、メインストリームで流されている情報というのは全て脚色されて、時にははっきりとした嘘を流して、結局大衆のマインドをコントロールするという手段に使われているわけですね。で、今こういうふうに使っているツールでさえ個人情報を集められてね、で個人のそのなんですかね、まあ、プライベートな部分をですね、彼らに収集されてるわけですよね。ですから今こうやって喋ってることも彼らを聞いてるわけですよ。あで、ここのこういうやつ、この友らっていうやつはこういうふうな思想を持ってるとかね、そういったものを全部把握してるわけですよね。まあそこまで結局は進んできてるってことですね。ファーウェイの問題なんかそういうことですよね。5G なんかもこれからそういうことですし、AI もそうですし、すべてそうやって情報収集されて、そして一般大衆のために、要するに洗脳するための情報を彼らは分析して、僕らに情報を与えて、その扇動してるということですよね。ですから僕らは羊ですから、羊飼いがクラウドというのを通して僕らを導きたい方向に導いているということなんですね。まあ単純にね、自分の気持ちに素直になれば、当然ながらその羊飼いに反抗する、反抗ではないんですね。自分の気持ちに忠実になったら、羊飼いは右に行けと指示してるけれども、いやどう考えてもこれは左だろうと 思う羊も出てくるわけですよね。その時にまあ流されて群れと一緒に流れていくのか、自分の気持ちに忠実になってね、そこを見据えていくのかね、そこはもう個人の判断になるわけですけどもね。まあそういった環境の中に今僕らは生きているということですよね。まあとにかく気がついてる人はね、危機感、ある種の危機感を持ってね、真実を知ろうとして、で彼らがどういうふうにしようとして、どんな目的でどんな方法で僕らを誘導しようとしてるのかが分かるでしょうし、そこにフォーカスしてない人たちはね、ただ目の前にあるその現実がね、唯一の現実だと思って結局生きてるわけですよね。でも単純に今のこの生活の形態というのは僕らが望んでる世界ではないわけですね。よく考えてみるとね、まあ、その一つにはお金というシステムがあるわけですね。貨幣制度っていうのがあるわけで、この貨幣制度なんかもね、よくよくお金って何だろうということを考えるとね、こんな理不尽なシステムはないということに気がつくはずですね。まあこれをね、また長いことね、話すると終わらない話になるんですね。まあ、ですから興味のある人はやっぱり自分で調べてみることですよね。そういったことを説明している動画もいっぱいありますからね。
まあ、そういうのは結局その面倒くさいですけどもね、実際お金のことに関してだとかね、真実は何かとかね、まあ、要はそれっていうのは僕らが今経験している僕らの生活ですよね。経営でたくないようなことが起きている現実ですよね。そこからやはり脱却するためにはそういったことを知識として入れなければ自分の意識が変わらないということなんですね。でもし仮にこんな話をね、こんな話っていうのは今はもうそこら中にいっぱいあるわけですけども、それを聞いたところでね、自分の意識がそこに真剣にフォーカスしてね、理解しようと思わない限り結局それは変わらないわけですよね。答えはすぐそこにあるけれども、結局自分でそれをですね、理解しようと思わない限りね、自分は理解しないし、自分の考え方とかっていうのも変わっていかないわけですよね。まあそういうところがね、僕ら一人一人に今課せられている課題だと思いますけどもね。まあ人生の中にはね、いろんな楽しみだとか苦しみだとか、まあ生きてるだけでいろんなことが起きるわけですけども、ただその外側にある社会というところとかね、国際社会だとかっていうところを見た時にね、結局単純に戦争したくないのに戦争は起こるしね、でこんなウイルスかなんかでね、ウイルスといっても風邪なんですよね、要はね、風、ただの風なのにこんなに大げさにね、いわゆる経済をが潰れるとかね、その仕事がなくなるとか職を失うとか、時にそれを苦にして自殺をするとかね、そういうことを作られてるわけですね。本当に茶番だと思いますよね。毎年来るフルインフルエンザのたびにこんなことをしなきゃいけないってことですよね。今までなぜそれを しなかったのでしょうかね。まあ、それはちゃんとデータに基づいて、いかにもこれはフェイクだっていうことが明らかになってるんですけどもね。まあ、要は彼らは、裏の政府たちは、第三次世界大戦を作りたいわけですね。それがまあ目的なんですけども、ただ、それにその反抗する対抗する勢力がいて戦争はさせまいとしているのでね、彼らはあの手この手で違う方法で世界をかき混ぜるようなねことをしてるわけですね。で言葉ではねかき混ぜるとかって言ってるけども、その戦争っていうのは人が死んでいくわけですよ。でその死んでいく人たちはね、結局各国の愛国者、愛国心を持ってね、自分の国のためだとか、その自分の家族のためだとか、そういったことで死んでいくわけですね。でも本来そういう、ことで死ななくてもいい命が失われてきたわけですね、これまでね。なぜかというと、それは戦争が起きたわけじゃなくて起こされてたってことなんですよ。ですから僕らも簡単にね、プロパガンダに乗せられると、何かあるとマスコミだとかいろんなとこで煽られて、あそこの国が嫌いだとかね、こっちの国が嫌いだとかね、いやお前のところの国じゃなくて 俺の国がお前のとこ嫌いなんだよとかねなんかわけのわかんないことを作られてるわけですよね。だからそこから早く目覚めるような意識をで世界を見ないと、いつまでたっても僕らは利用され続けて、彼らのためにね、僕たちのその人生とかね、命というのをね、利用され続けてるってしまうということですね。なんとかね、早くそういったところに気がついて、ただ今その、ターニングポイントに来てますんでね、なんとかひっくり返したいなと思いますよね。まあその辺のところをもっとね具体的にね話すれば、
もう少し話が分かりやすくなると思うんでしょうけども、こんな短時間でね、それは全部説明できないのでね。ただ今の状況から脱出するためにはね、この既成事実というものを作られて、で、その上で僕らは右往左往をしてね、いつその、外出自粛がね、解除されるとかね、しないとかね、給付金もらえるとかもらえないとか、マスクするとかしないとかね、そういう点で ずっと茶番を続けさせられるということですよね。そこから早く脱出しないことには、僕らはいつまでたってもマトリックスの世界で生きるということですね。ですから、そのマトリックスの世界から外に飛び出して、現実を見た時にはっきりわかると思いますよ。僕らの生活、僕らのこの世界っていうのが、望んでる世界なのか、そうでないのかっていうのが、わかると思いますけどもね。で、僕らが作ってるのか、あるいは誰かに作られた世界を生かされているのか、そういったことがね、もっとクリアに見えてくると思うんですね。まあね、なんかここまで言ってきて、多分話がむちゃくちゃで、こう一本の筋が通ってない そんな話になってると思うんですけども、まあなんとか編集かなんかでね、まとめられるんであればね、まとめて、まあ、アップしたいと思いますけれども、まとめきれない場合は多分ボツになるでしょうね。まあそういうことをちょっと話したかったんで、動画撮ってました。それではまた。